連9月28日の B ニュースをお伝えします。ちょっと目も離した時にマンションの改修工事が完了していた模様です。住人の増加に伴いマンションの部屋数も一気に100部屋まで増築した模様です。住人の安田さんは大きいマンションになって嬉しいと喜びも隠せない様子でした。なおこれ以上の増築は構造上不可能とのことです。9月28日の B ニュース、小田急がお伝えしました。